済ませたことで天衣が長藩に帰還する時期は早まった。これならば誤解の生じようがないところで天衣は戻ってくるはずである。そうなれば必ずや。さて、天衣殿の使いを手伝ったことで小村が蹂躙される前に天衣殿は戻ってこられるだろう。これで村は助かり、天衣殿も仲間にできる。友田の巨頭む天衣殿を待つと知れない。わしらの頑張りが未来をどう変えたのか楽しみじゃね。武器を超えし見届け。あいつの展開は全て覚えているのに対処法もあるというものだ。敵の陣形は間延びしています。火を用いて分断するのです。続けて鉄砲隊ください。ではこちらも手本を受けなさい。少々稚拙な罠ではありますが、伸びきった敵の側面をつかめば十分でしょう。分かっていると稚拙に見えるから不思議だ。光秀と諸葛亮、異凡な二将が相手だ。この程度の被害で済んで結構なことだ。行くかね。戦の邪魔だ。逃げとけ。お助けか。おめえら何してやがる。お呼びかな。天衣様、お助けください。おう、任せとけ。しくいったのんぎ、きっちり返すよ。さあ、来て。本当の地獄はこれからよ。武兵を駆逐したか。面白いね、あなたたち。敵は北から流れ入る。岩を落とせ。敵の進軍を食い止める。冷める戦ぶり、お見事。おお、一段と冴えておいでですな。ミエラは抗争で手貸してくれた連中だよな。あん時は世話になったな。今度はわしが手伝う番だぜ。Thank you.
ばえばいろんな国が敵に回る。それは分かってたことだよ。だから味方を増やしておこうと思って、話が通じそうな人に援軍を頼んだんだ。首都北条から援軍を呼んでいたとは。さすがは明けなか半兵衛殿ですが、これも計算のうちです。この展開も対処済みだ。悪いね。敵はこちらの策を全て見通している。ならば直接当たるしかありません。これはこれは、アクライ殿が味方とは心強い。おめえは気に入らねえが、殺してやるよ。また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。信長様に報告しなくて。光秀殿を退けましたか。では私がお相手しましょう。君なら必ず来てくれると信じていたぞ。さあ、私たちの力で敵を撃滅しよう。安心しな、俺はまだ生きてる。ドアホーを残して死ねるかよ。その調子で突っ走れ。最後まで俺が見ててやるからよ。私が真の三国無双だ。戦わん。マリーナ、ありがとうよ。お前とならまだまだいけるぜ。お前相変わらず冴えてるな。負けちゃいられねえ。燃えてきたぜ。なるほど。劉備殿と家康殿に報告する必要があります。勝利の祝杯をあげる。おめえらのおかげで恩義ある村を守ることができた。どうだろう天井殿、これからは曹操殿も我々のところにいるんだ。何？それ本当か？なら断るに。暗い天意、力を貸すぜ。